ございます。 AKB48 ハルピョンこと橋本アルナです。やっほー、昨日の公演行きました。ありがとう。待って、チェキ取ってた私とじゃないけどチェキ取ってた、なんかなんちゃらって言われてたよね、あれ違う人もしかして。ごめん、違う人だったらごめん、気まずい時間になる。違う人だったら気まずい時間が今から流れる。当たってるの当たってないのどっちなのどっちなの。私違う、普通にあのなんか修羅場とかじゃなくて、私とじゃないけどチェキ取ってましたよねっていう、そのなんていうんですか、うちの記憶力合ってるっていう確認みたい。てか前髪癖、寝癖すごい、やだ、どうしてこうなってる。今日も桃ジュース。ごめんなさいね、起きろよっていうアラームです。ちょっと今全部消しました、アラーム。すいません、もう一回毎回にぎやかで。おはよう。鼻詰まり、
ございます。今日も私は劇場公演です。イエイ。昨日とはまた全然違うメンバーなんですよ今日。なんかびっくりするぐらいに全員違くて、そう、逆にすごいよね、私以外全員違う。でしかも別になんか人数がめっちゃいるってわけでもなくて、普通に若手今ツアー中だから、普通に全員なんて言うんだろう、17期より前に、まあもう加入年数5年以上のメンバーみたいなが昨日も今日も揃っちゃったみたいな。普通にすごい、私以外全員違うって。別に僕隊何度も出てるメンバーばっかりなので、普通に安心して今日もよろしくって感じ。今日は OK？ 違う、全然 OK じゃない。まだ7時47分なのよ、みんな。
くり。今日はメイク道具はもう劇場に置いてあるので、遅刻せずに遅刻せずに、劇場に行けます。ありがとう。すっぴんで行くよ。当たり前じゃないか。劇場でメイクする時間あるからね。昨日はもうパックする時間も早く寝たいみたいな気持ちだったので、そう昨日の夜パックしてなくて、だから今日メイク前にしっかりパックしたいと思います。あとネイルがね、こことここ外れちゃったので、普通にラメラメ塗ります。普通のラメ。おはよう。昨日からシャンプー変えたんですけど、どうなんだろう。でも私が前使ってたシャンプーが本当に合わなすぎて、そうマジで合わなくてどれだけシャンプーボトルプッシュしても全然なんか本当に泡立ってくれなくて、そうすごい嫌だったんですけど、その感じはなかったです。普通にめっちゃ泡だったし、そうサラサラだし、うん、まあいいんじゃないみたいな感じ。でも今日メイクさんに聞いてみよう。シャンプー昨日から変えたんですけど、どうですか？となんか、なんか本当に誰か引っかいたってレベルで足に傷負ってて、私今しかもなんかそのここら辺ならわかるのよ、ふくらはぎとかの方ならわかるんですけど、太ももってさ、どうやって傷つくんってレベルじゃない？本当にわかんなくて、私どこ、いつ、何でみたいな。やっぱ一個考えられるのは、
衣装の安全ピンがもしかしたら外れててそれが引っかかってたっていうのが一番考えられ、それぐらいしか考えられなくて、本当に。だから今日とりあえずちゃんと出る前に全部チェックしたいと思います。いやでもそれぐらいしかね考えられない場所。でもお風呂入るまで気づかなくてそう、こうお風呂入って水流すじゃないですか、え、なんか痛くないってなってバッて見たら、え？みたいな、めっちゃ怪我してんだけどと思って、あ、多分お風呂だった、え、違ったかな、あ、違うかも、え、お風呂だじゃないかも、お風呂入る前かな、お風呂入る準備しようとしてたらなんかミミズバレみたいになってて、えってなったんだっけな、どっちだったかな、忘れちゃった、昨日の夜の記憶なのに忘れちゃった、うん、ごめん、まあ、いっか、大したことじゃないし、焼け止め塗っていく。朝からうちの赤ちゃん猫3匹が鬼ごっこしてますね。本当ですか？それは幸せな光景ですね。肌も白くて、いや私本当に日焼けしてる最近。でも分かったの、何が原因か。まあ、まず日焼け止めを塗ってないっていうのは本当にダメだなと思ったから最近塗るようにしてるんですけど、そう、私ほんと日焼け止めてか顔に何かついてるのがすごく苦手なんで、あんまり好きじゃないんですけど、まあアイドルとして頑張って日焼け対策をしていこうと思う。あと前田さんと高見菜さんの対談みたいなやつで、いや本当に日焼け止めは塗るべきみたいな言ってたから、絶対に日焼け止め塗っていこうと思う。これから推しが言ってたから絶対に塗るもあるんですけど、なんか私本当に朝あれで起きるんですよ、日光で起きたいタイプの人間でございましてめっちゃ健康的な人なんですけど、そう、日光で起きたいタイプの人間なのね。したら、まあ、カーテン開けて寝るじゃないですか。で、多分その日の出から私が起きるまではずっともうだから直接浴びっぱなしなのよ、顔に日差しが。そう、それなんですよねきっと一番の原因。
そう。悔しい。それで日焼けしちゃうのめっちゃ悔しい。やばい、なめこ収穫しなきゃ。最近はもうカーテン閉め切って生活してます。鉄道ナイトさん、音楽隊ありがとうございます。嫌すぎて。どうしたらいいんだろう。まあでもとりあえず日焼け止めを塗ることですよね。マジでそっから始めようと思う。チリツモで焼けてる気がするので、8時だ。
あ、そうだ、うちゲッターズさんの8月のやつ写真撮ってない。写真撮らなきゃ見返せない。写真撮ろう、配信終わったら。8月ももうそうですよ、3日ですよ。びっくりびっくりドンキー、行ったことない、びっくりドンキー。え、なんかこのティッシュいい匂いするんだけど、なんで。なんかこの間あの競輪ので熱海静岡に行かせていただいた時に、なんか爽やか食べたいって話になって、でその時びっくりドンキー行ったことないって話したら、え、まず爽やか行く前にびっくりドンキー行ってくださいってスタッフさんに言われました。でも私は今は松屋のうまとまハンバーグを食べたくて、私が好きな YouTuber さんがなんかもう3年ぐらい前からずっとうまとまハンバーグって言ってて、私いつも機会逃してるんですよ。そうだからそれを食べたいんです今。今年も始まったんですよ最近。でもさ、ダイエット中なのよ。まあでもそんな言うて私なんかそこまで、いや、やばい、ほんとあんなにみなみちゃんのあんなさ真面目なさやつ見たのにさ、全然ちゃんとダイエットできてないんだけど、まあ動いてるからよしとして動いてるから一旦よしとして。そう、全然ダイエットできてないんですけど、とりあえず食べたいっていう気持ちは強くて、毎日がチートで本当に。そうだから、なんかその わざわざなんていうの、そこの わざわざその早く出ようとは思わないの。かといってじゃあ公演終わりってなったら夜遅いじゃない、もう。そういうすごくなんて言うんですかね、葛藤です。でもわざわざそのために早く出ようとは思わないだから公演以外のお仕事があればいいんですけど、ないのでないので、はい、本当にうち公演しかない。8月前半ちょっと暇そう、後半はねちょっといろいろあるので、
良くない、マジで嫌なんですよね。家にいる方が食べちゃうから、もの そう、しかも すぐにね、その休みって感じじゃなくて、すぐ次の仕事が来るから、むずい。むずい。そう、インターバル短め。そうなの。まあ、頑張ります。そう、旅に出たいけど旅に出れない。それこそインターバルが1週間とかあったら、もう全力で九州行くのに。全力で九州行くのに、そういうわけでもないから、まあ溜まってるドラマを見る時間なのかな。でも本当になんかドラマ見てる時間がすごくなんか最近はもどかしすぎて、私今日も仕事してないみたいな、この間1日かな思ってたの。なんか、あ、今日も私仕事してない、こんなんでいいのかなと思いながらドラマ見てて。そうで、結局挙句の果てにとか言うとあれですけど、結局なんかインスタのストーリーで変あのコメント返したりとか、リバースに写真バンバン乗っけてみたいな。そう、もう仕事なさすぎて、でも仕事なしないのに仕事したすぎて、1日の日、おとついか、でなんかその時間じゃ配信しとけばよかったじゃんって思うかもしれないんだけど、あれなのよ、その日オリンピック見るよって言ってたから、夜めっちゃ配信するよっていうあれだったので、そうだからすごいなんか難しいですね。まあでもなんかウィバースの写真もみんな喜んでくれたし、あれもインスタのコメントもみんないっぱい喜んでくれたし、いいやって気持ち。でもマジ仕事したい。マジで仕事したい。そんな気持ちでいっぱいです。ま、とりあえず昨日今日明日と3日間劇場公演出演させていただけるので、いっぱい頑張ります。今日は2公演。頑張るぞ。でも1個取りたい資格があって、私言わないんですけど。そう、1
個取りたい資格があるんですよね。ワンチャンあり、資格の勉強でもドラマ見たいからそう、ドラマももう溜まりすぎててハードディスクやばいんです。考え中です。ということで、いい感じに5000人超えたのでランキング読んでいきます。多分夜も配信できるとは思うんですけど、わかる、私も U-NEXT とか Hulu でもうドラマを見るようになったんですけど、結構でもその U-NEXT とか Hulu に更新されないドラマとかあるじゃん。 そういうのをね録画してあるハードディスクで見てます。基本的にそっちにあったらそっちの方が倍速で見れるし、字幕つけれるのもあるし、移動中とかにも見れるから基本的にはそっちで見るんですけど、って感じです。倍速で見れるの強いな、マジで。テレビ倍速で見れないから、気持ちちょっと早めぐらいで見てます。なんか早送りみたいなやつで気持ち早めで見てるんですけど、多分あれは 1.3倍ぐらいなので、私は 1.5 ぐらいで見たい、っていう気持ちの女なので、まあとりあえず今日も公演頑張ります。いきます。1位夜は毎度キャンマチの鉄道ナイターとピョンズさん、ありがとうございます。2位マシングレイトスさん、ありがとうございます。3位ギャローさん、ありがとうございます。4位、マークーンさん、ありがとうございます。5位ネバーストップアット夜公演お決まりのキャンマチ室、2人おる、夜のキャンマチ受けるありがとうございます。6位ツッチーさん、ありがとうございます。7位ともゆきさん、ありがとうございます。8位猫チャンバラさん、ありがとうございます。9位ミラクールさん、ありがとうございます。10位虹色47さん、ありがとうございます。11位はかまごし1163さん、ありがとうございます。11位、あれ変わった、6位ツッチーさん、7位ともゆきさん、8位猫ちゃんばらさん、9位ミラクールさん、10位虹色47さん、11位よっちさん、12位よっさん43さん、13位はかまごし1163さん、ありがとうございました。皆さんありがとうございます。また公園でオンデマでお会いしましょう。行ってきます。バイバイ、ありがとう、またね。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5362盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、テーマ県出身アルピョンこと橋本アルナでした。ありがとう、またね、バイバーイ。